イドルってなんだっけ。こっちのセリフやわ。アイドルってなんだ。ただいまー。おかえりー。おかえりおった、パン持ってきた、パン。パン長丁場なパン食べるし、イエーイ。ご飯も持ってくる。何の話してた？カナカナとラプラスちゃんの汚い話を。ちょっとカナカナ、またそういう話してるの？カナカナいつも、いつもそうだね、カナカナ。いつもなんだ。いや、そんなことないよ。ちょっとね、このマン賞味期限が切れたカステラ。食べます。え、大丈夫ですか？それ。大丈夫なのそれ。やめなさい。まだ1ヶ月しか経ってないから。ダメ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 。ああダメだよ。お腹空いたんだ。いやマジで普通に美味しいですよ。大丈夫？あカビてないですか？ねえもしさみんなでラプラスの家に遊びに行ったらさ賞味期限切れのカステラ出てくる。ちゃんとしたの出しますよ。ほん本当に。うんうん、自分で持ってく方が安全だなこれは、うん、それはそう、ね、それはそう怖いもん、うん、明日お腹痛くなったらどうしよう。それは食べるな。クソして寝ろ。クソして寝ろ。急に汚いな。やばいやばい汚い。じゃ男らしいでしょ。男らしい、うん、男らしい、まあ、そうだね。そんなところも出来ありがとう。全然嬉しくないじゃないですか。いや、嬉しいよ。もうなんかとはちょっと逆にラプラスに嫌われることしてみたいわ。え、ないですよ。ない。もう好きになったら何でも受け入れられる。なるほどね。うん、あの盲目ってやつね、それね。見えなくなっちゃうね。これは盲目のやつね。うん。全然。うちのリビングでうんっても大丈夫ですよ。ねえ。ちょっとクマをワンちゃんか猫ちゃんとちょっとルールちょっとルール聞くからもうごめんみんなの声聞こえないようにしよう。よし。なんで